安い。私という海産物は高温が苦手なんだよ。分かっててやってんのかって。行くぞー。というわけでアーマードコア6をやりたいと思います。最近何かと話題のロボットアクションゲームじゃないか。世界的な知名度を誇り、コアなファンの多さでは圧倒的とされるフロムソフトウェアさん開発のゲームですね。いわゆるフロムゲーです。そうなのだ。ゲーム業界の大いなる存在フロムゲー、初体験です。なんだと、大丈夫なのか。フロムゲーといえば圧倒的な難易度で知られているんだぞ。お前に同行できるのか。私をそこら辺のプレイヤーと同じにするでない。超難度駆逐ゲームなんて私は普段作っているからな。謎の固定難易度高いゲームっていうのがどういうものかっていうのは把握済みなんだよ。もちろんそれの対応策もな。さらに私はフロムゲーの禁じられた秘密を知っているのだ。その秘密とは一体。フロムゲーノムを語尾に持ってくるとフロゲームになるのだ。行くぞー。さあ覚悟しろ。徹底力よ。私のホーミングミサイルの餌食にあっ、ちょっと待って、引っかかった、助けてください。テイクにテイク2個に、ホーミングミサイルで敵を墜落させる。君のごとくの美しいお尻様、まさにセミファイルなる。そういえば私は任務中だった。今まで何やってたんだよ。昆虫採集、撃ち落としてたじゃねえか。なんか残骸の前で全裸待機する任務だよ。お前それ多分任務じゃなくて罰則食らってるだけだぞ。別荘なんですか。全裸待機の雑用は手慣れたもので、まあ雑用であろうと罰則であろうと待つだけだ。ナマステでもして暇をつぶ。何事？いきなりボスキャラがお出まし。いきなりミサイル爆撃は非常だろう。もっと高予備動作ってものを。デッサン飛んできてるぞ。圧倒的電力回避。いや電力回避してるところ悪いが、めちゃくちゃ食らってるぞ。ちょっとなんか動けないんだけど、頑張ってやめて。これがクロムゲーか。死体撃ちやめて。ブーストの回避を使って弾幕を対処するんだ。こんな風に加速をすれば寄せられ当たるんだが、ミサイルの命中精度高すぎるだろ。ブーストの使い方間違えてるんだろ。操作がまだ試行錯誤の私に応用をいきなり求めるつもりか。そうみたいであるな。途中で放たれる強力な爆撃は上昇で避けられるって。戦いの中で学習してるんだな。いや私のお上司様が教えてくれただけ。武家役場の知識で言ってんじゃねえぞ。知識って悪いか。知識というのは蓄えていかせるかが全て。蓄える過程なんぞはどうでもよいのだ。今より話しずる最中であろうが、そんなことは知ってるんだよ。いかんな、こいつはいかんな。爆撃以上にこのホーミングミサイルが避けられない。お上司様なんかヒント教えて。応答がない。こうなら気合で避けるしかねえぞ。手段としてはやはり離れるべきか。離れることで回避時間の余裕を与えてんじゃねえか。なんでやー、この世界に水平は存在しない。私のゲーム以外では存在しない。そこには必ず攻略法が存在する。死体撃ちやめてって。よし決めた。離れてダメなら近寄るまでだ。後ろに回り込んでやったぞ。これならさすがにミサイルも飛んでこれまい。とは言ったものの大丈夫だよね。銃口の反対側から突然ミサイルが。最後取られると急速展開している。これはつまりある程度方向が合わねえとミサイルを撃てないってことだぞ。つまりそういうことか。私の作戦に間違いはない。近寄れ、全力で近寄れ。猛攻によってずまた下に潜り込むんだし。とはいえこのまま接近点をこすりつけていけば。なんだこれは。カムカマンのなんだこれは辞典。解説頼むぞ解説。雰囲気でわかるかと思われますが、侵入不可領域です。なんだと。やめてくれよ。私が近寄れないだろうが。しかも相手は壁の外にいてるのかよ。このゲームも地形は敵の味方みたいだな。たまには私の味方してくれないかな。どのくらい媚びを売ればよいだろうか。やっぱ壁に頭こすりつけとくか。食べるぞ。もともと跳ねてるので問題なし。逃げるなぁ。私は隣町まで追いかけていくぞ。あ、そういえば左前足にも武器が搭載されていた。暗い左前足近接攻撃。あれ、うん、見なかったことにしよう。倒せればそれで良いんだ。見てほしい。なんとこのゲーム自分でオリジナルのロボットが作れるんだ。というわけで私もカスタマイズしてみた。私の対人コミュニケーション携帯スーパーエボリューションフォームをイメージしてみたよ。そして見るがいい。このマークをプラスチック。最適化により素材を安価なものにすることができたんだ。安価な素材にすることによりなんと値段も低コストに。その価格なんと100円。おもちゃじゃねえか。何言ってるんだ。最近のおもちゃは7000円から5万円するんだよ。リアル事情の話されても物価が高くてちょっと困る。個人的な愚痴を聞かされても。さあこの100円プラスチックで武装した AC ジャパンの強さを思い知らせてやる。何やらセスター AC ジャパンという敵が現れた。動きからして同じ AC の結果、対人戦の雰囲気を味わえるが注意が必要だぞ。私には100円の力が入っている。貴様はせいぜい50円の強さしかないだろだか。大丈夫か。50円に負けるんじゃねえぞ。まあ所詮100円スペックだから仕方ないか。いや自分の実力の言い訳に100円使うんじゃねえよ。それは確かにその通りだ。50円強いだろう。もう貴様の動きは読み取った。期待は100円、私は10円。命って安いんだな。10円の操縦技術を見せてやる。その近接攻撃は距離を取れば当たらない。そして私の近接攻撃カウンターってやつだ。大変気持ちが良い。カムカマ汁が溢れ出てしまう。本当に出てるぞ。大丈夫か。ちょっと頭ボーっとしてきた。大丈夫じゃないっぽい。それでも貴様の行動は把握済みだぞ。100円くらしやったぜ。これが100円プラスチックの力だ。100円の力、恐ろしいな。これが100円プラスチックの力だ。何参ったな。別荘なの。別荘だぜ。というわけで、海産物カミカマが100円のロボットを操縦して舞い降りました。この先のカミカマさんに待ち受けるのは希望か、絶望か、こうご期待。さあこの調子で全てを破壊し尽くしてやるぞ。動画を見てくださいまして、ありがとうございます。動画の光を見続けると危ないので、体調が悪い時は無理せず、寝込んでぶっ倒れてください。もし、余裕があるのであれば、この動画以外にも、私カミカマはたくさんの動画を投稿しておりますので、気持ちが乗っていれば、見てくださると大変嬉しいです。ついでに、チャンネル登録をすると、更新情報をお知らせできますので、こちらの方も、できればお願いします。ご視聴、ありがとうございました。